ヤブ大名の死は小さな勝利であった。将軍はこの古い寺院を手に入れた。影様は同盟を失ったものの復讐は続いた。すでに十分な武器を手に入れ、彼は将軍への攻撃に備えていた。影様のもと、乙事大将は次々と無慈悲に村を襲撃していた。彼らは回を重ねるごとに傲慢になり、その一方で将軍は江戸城での暗殺を恐れ、龍之介を密かに避難させる命令を無限に出すのであった。反逆者ヤブに対して不注意であったな。さらなる敵の強襲を増やしただけではないか。ヤブ大名が影様かと考えました。しかしそれは間違いで、全て私の責任でございます。弟が今幕府軍を率いて戦っておる。そなたとその部下を弟の指揮のもとに置こう。はは、仰せのままに。昇様に仕えるのは幕府への奉仕に違いありませぬ。弟を助け、この反乱を終わらせよ。まだ影様に損害が残っているかもしれぬ。反乱を鎮めるまでどれほどかかるのであろうか、無限先生。わかりませぬ。確かに、もし町が攻撃に遭えば、お前が安全にしてくれた方が安心だ。父上、旅支度をせよ。無限がすぐに向かう。わかりました、父上。先生、たった一人の息子だ。安全なところへ連れて行ってくれるな。命を懸けてお守りいたします。信じておるぞ。では行け。そしてそれが済んだら弟の八重に向かってくれ。仰せのままに。昇様、ただいま参りました。無限殿、我が密偵が戻った。反乱は飛騨の村菅沼で起きているとの報告だ。調査をいたせばよろしいでしょうか。さようだ。何としてでも乙事の計画を知る必要がある。偵察ですね。酔いに乗じて村に入り探ってまいります。無限殿、あなたは農民の生まれだと聞いている。百姓の扱いはもちろん知っているはずであろうな。息子よ、敬意を払え。申し訳ない、無限殿。いえ、構いませぬ。無限殿、あなたと琢磨さんは菅沼に向かってほしい。私もお供してよろしいでしょうか、昇様。ならぬ。そなたの技量は飛騨に最適だ。抵抗が強力なところだ。そなたと二人の仲間でそこにすぐ向かってくれ。仰せのままに。昇様、私がこの組を指揮いたします。誰があんたを大将にしたんだ。みんなで一緒に同じところへはいけないの。静かに、ユキ殿。父上の決定だ、小娘。誰に質問をしてると思っている。そのはて、誰じゃったか知りもせんが、お主へわしらの前で子供を怖がらせてくれたの。なんだと、この老いぼれめ。やめろ。乙事は影様の名を使い混沌をもたらしている。すぐさま奴を見つけ正義を遂げるのだ。はっ、昇様、必ずや勝利をつかんでまいります。ここが飛騨村か。
暗がりのみを行こう。光は避けるんだ。そうですね、ハヤトさん。けど反乱の計画についてもっと知る必要があるわ。村人はひどい扱いを受けているわ。私たちのことをバラしたりはしないはずよ。もし自分たちの姿を見せたとしても。酒場ではいろいろな話が飛び交っているわ。必ず何か得られるはずよ。混みすぎだな。馬小屋はどうだ。人は少なく隠れられるところは多い。酒場の方が安全だわ。それとお互い変装の服が必要よ。新しい服が着たいだけだろ。どっちに行くのか決められないのかな。では行きましょう。はい、どうもロシングルです。シャドウタクティクスやっていきましょう。さあ来ましたよ、忍者3人組です。忍忍者ですね。なんだっけそれ。なんかあれだよね、カクレンジャー的なあれだよね。飛騨の村ということでね、なかなかこれもまた広いですね。で、暗がりを歩くと見つからないけど、この見回りの連中、これに見つかると厄介そうですね。うんうん、じゃあちょっとこれを調べて。はい、敵の視認範囲は日中と夜間で異なる。明るい視認範囲は狭くなり、全体の視認範囲である扇形も小さくなる。おお、夜素晴らしい。明かりの明るいところは周りは明るい視認範囲となる。見つかってしまうため要注意だ。なるほど、夜に働くのは最高だ。それにはそれの良さがあるわね。隠れてろよ。うん、光は避けて誰にも見つからないようにする。あ、狭い。そしてあそこに入るとバレちゃう。オッケー、じゃあ順番に。あ、全然バレないね、すごい。これいいわ。はい、光源、明かりの近くではしゃがんでいても敵に見つかってしまう。 A を押して松明の明かりなどを消すことができる。明かりが消えてるのに気がつくと灯しにやってくる。はい、といった感じで暗がりをどんどん進めということですね。すごいな。あいつは大丈夫なのか。こりだない百姓め。おお、だったら大丈夫か。まだ全部じゃないだろ。なんかすごい。ああ。わわわわ。バレちゃうバレちゃう。あいつやるか。裏からならいけんのか。やっちゃうか。やれるかな。とりあえずここならバレない気がするんだよ。ああ、いや、バレるね。ダメダメ。はい、バレてない。よし、バレてない、バレてない。明かりが消えた。オッケー。誰か気づくはずだ。あれはなんだ。なんでしょうね。いや、消えてないよ。これバレんのかな。よいしょ。個人的な恨みは。あぶね。よいしょ。運ぶだよ運ぶ。あぶねー。あー、これは。消えてしまうぞ。いや。難しい。よいしょ。はい。個人的な恨みはない。はいはいはい。急げ急げ、バレてないバレてない。あ、重いけどこれにて終了。うん、これでだいぶ第一段階終了といった感じ。あー、はいはい。いやー、でも難しいよね。ここならバレない。
わ、これはバレる。あかん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 。ここは何もできないのか。はいはい。うわー、これバレるね。うわ、見回り。手裏剣が使える。忍狙いは外さない。ふっ、よいしょよいしょ。いいねいいね。はい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 。バレてない。こいつはオッケー。さあ、あー、そういうルートですか。今んとこハヤトでだいぶいい感じに進めてはいますけども、うんうんうん。しかしかといってこいつは手裏剣を使おう。忍、これは簡単にいけるかな。はい、風を切る。よいしょ。はい、手裏剣楽だな。オッケー、最強だ。で、まあこっち側に行って、おお、これはこれはどうすればいい。この道を通ろう。馬車へ行ける。この道は反対だわ。なんだと。なんだと。足が持たないとでも。ええ、そうよ、そういうこと。私を運んでいくことになるわよ。なんだそれ。勘弁してくれ。なんで喧嘩してるの。本当だよね、おかしくね。かといって船着き場、いやー、そこは絶対良くないよね。忍ともかんとも。忍忍。ではでは、そうだね、行きますか。ここによいしょ。雲の巣に足を踏み入れるってね。鳥の声。ほい、ほろほろ。さあ来ればいいさ。やつは見えてないはず。ポン。ちょっとおいで。さあ来な。これで完璧やろ。はい、もちろん見えるはずもない。うー、お前何食ったらこんなにでかくなるんだ。というわけで、さあ来ました、ミガサヘ。こいつをなんとかしなきゃいけない。よっ、見られてない。ここからすっ、ここならいけんのかな。よいしょ。嫌なサプライズでしょ。ない、ギリギリ見えない。よし、行くよ。はい、行くわよ。さあ来い。来てくれるかな。頼むぜ、この見つからないギリギリのライン。そう、そこ。ガシャン。うまくいった。見えてない。誰もいらないでしょ。うんしょうんしょ。雪すごい。やる、うん。さあこれで、うん、あの侍だけが怖いか。だね、こいつらだけが怖いけども。待っているぞ。よし、見えてない。こっちです。霊剣術。見えてないよね、もちろん。はい、狙いは外さない。さあ、ちょうど見えない。オッケー、こっちでいいかな、こっちでいいかな。あ、大丈夫大丈夫、そこ大丈夫。死体を隠します。忍、ふん、ここに隠れる。さあいい感じです、いい感じになってまいりました。この隙間をついてったら
そろそろ時間だ。完璧。おお、見えてない。自由にしてください。黙れ。オッケー。さあ、手裏剣術でいきましょうか。はい、トン。風を切る。やべ。あ、これはダメだ。なるほど。非常に難しいことになってますね。後ろから行けないのか。ってことはここでよいしょ、よいしょ、素敵なメロディー。はい、聞こえたぞ。誰だ。潜りましょうか。はい、バッチリなんだね。行ったんじゃない。やった。あ、行った。イエス。わーい。どこたち、あんなことしようとしてたなんて。やー、できた。あいつら、よいしょ。嫌いだ。できることをしよう。よし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 。行くぞ。よし。ここ。オッケー。これは、これはいいんじゃない？これは相当優秀ですよ。裏が通れないから、まずはそこまで行って、もうちょいこの辺かな。ここならバレないと思います。頼むぜ、見つかんないでくれよ。で、そこの2人は、はい、お願いします。ここならバレないと思うんだがな。いや、ギリギリ見つかるやつか。うまくいったわ。これほどのご親切に。あ、やった。なんとお礼を言ったらいいのか。私にもらってほしいって。僕に今言ったのか、村人が直接。よくないやろそれ。こいつがここまでカバーしちゃってる。裏から登れないか。ここ急に難易度が爆上がりだね。こっから攻め上がりが非常に難しくなってる。さあ、バレないルート、ここギリギリ。夜は憂鬱だな。で、ここでしょ。うわあ、見えないんだ。よし、オッケー。個人的な恨みはない。うっそ。あ、やった。はい、ニンニン、あ、ドン、あ、ニンニン、やったね。これ渡れます。はい、で、やつがそこにいるから、これもまた、とりあえずハヤトは、ハヤトは川に飛び込みますか。よいしょ、 OK。 これならバレぬ。こいつだよね。いや、視界狭い。助かるぜ、ほんと助かる。アライグマ助かるですね。はい、こっちの、船着き場、船着き場には人がいる。ここからなら聞けんのか。聞こえるかな。さあ、情報収集中です。あ、これ面白い。これならいけそう。よし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 、この調子で。オッケー、完璧。たまる、もうちょい早く。聞こえた。この情報は重大ね。ありがとう。安全なところへ移動して分かったことを話しましょう。オッケー。
やったできたね。これがさあ、隼人。隼人もすっすー。いや、見事な平泳ぎだ。これが潜水護衛法というやつか。闇に隠れるのです。では、アイコが闇に隠れていきましょう。よっしゃ、まずは第一段階終了だ。みんないる？ここです。簡潔にな、ユキ。乙事大将自身がここにいるみたいね。あ、マジか。村の長老と話をしているわ。盗み聞きしましょう。何か計画のこと話すかも。どうか。暗殺じゃダメなの？好機を伺いましょう。もし近づけたら変装して。こういうのはどうだ。あんたは変装して、俺は影か。誰がよりうまくやれるか。やるべきことに集中して、ハヤト。本当だね。何意地見せてんの、ハヤト。大人でしょ。頼むぜ、先生。さあ、というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。第一フェーズを見事クリアできたって感じでしょうかね。アイコは何も仕事せず。というわけで次回もお楽しみに。アリベデルチ。